うわあ見てここキラキラの日差しや、草の匂いや、キノコの味最初は怖くて不安だったけど、これで本当によかった実は、本物の試合で魔法陣を描くのは、まだ2回目なんです。なのに、あんな強敵と戦うことになるなんて。私、本当は不安でいっぱいです。 でも、先生はそばにいてくれるから、なんだか、頑張れる気がします。見ていてね、先生。私、きっと成功させます。はあ幽霊なんているわけがないでしょまさかあんた、信じてるわけあははは、<笑>,笑っちゃうわ。大体、そんな非科学的なもの、元は誰かがついた嘘よ。 お化けなんて嘘なの。出てきたら冷凍庫に入れてカチカチにしちゃえばいいのよ。わかったこれでわかったんじゃない理想と現実は違うってこと。口で言うのは誰にでもできるけど、それを実行できるかどうかは全く別問題。分析して、考えて、そしてアクションを起こさなきゃ。なんて。 偉そうに言うのは簡単なんだけどね。ねえねえ、ママ。あっちにアイスクリーム屋さんがあるよ。チョコレートのやつ食べたいの実はね、僕、初めてなんだ。友達ができたの。僕の村じゃ全然子供いないだろ。だから、こうやって友達と冒険できるの、すっごく嬉しい。なんだよ、お前。今日も塾 はあ、つまんねえの。お前さ、勉強楽しいかま、俺には関係ないけど。お前の分まで遊んどいてやるよ。じゃあな一行が立ち寄ったのは、プロバンス地方最大の都市、マルセイユ。フルボディの赤ワイン、バンドールや、ラベンダーのフレーバーティーも有名です。スイーツを食べながら、 紅茶を飲んでほっこり一息。心も体も癒された一行は次なる目的地へ向かいます。